それではただいまより第5回 ESD 大賞受賞式を執り行います。平成22年度より NPO 法人日本持続発展教育推進フォーラムでは ESD の取り組みを実践する学校を奨励する ESD 大賞を実施しております。本事業は全国の小中高等学校から実践的活動の事例を募り、優れた取り組みを奨励するとともに、その輪を広げ、日本の ESD の発展に寄与することを目指しております。第5回目となる今年は、文部科学大臣賞の新設が承認されました。それでは受賞校を発表いたします。お名前を呼ばれました各校の代表者はステージへとお進みください。文部科学大臣賞、岡山県岡山市立京山中学校、代表して徳山純子校長です。ユネスコスクール最優秀賞、広島大学附属中高等学校、代表して古賀和弘校長です。小学校賞、愛知県岡崎市立小戸川小学校、代表して八須賀航校長です。中学校賞、東京都多摩市立東愛宕中学校、代表して千葉正則校長です。高等学校賞は筑波大学附属坂戸高等学校、代表して今野良介教諭です。審査委員特別賞は東京都小笠原村立小笠原小学校、なお本日は諸事情により欠席されております。後日賞状と副賞をお渡しさせていただきます。そしてこちらも本年度初めての取り組みとして企業特別賞であるネスレ日本ヘルシーキッズ賞を設け、2校が受賞いたしました。群馬県藤岡市立三国西小学校、代表して茂木孝之校長です。次に愛知県岡崎市立小戸川小学校、こちらは2つ目の受賞になります。なお今回の受賞校の実践内容はお手元の第5回 ESD 大賞受賞校実践集にまとめております。後ほどご覧ください。それではここで校標を NPO 法人日本持続発展教育推進フォーラム理事佐野金吾より申し上げます。ご紹介いただきました ESD フォーラムの理事をしております佐野金吾です。よろしくお願いします。今司会の方からもご紹介ありましたが、ESD 大賞今年で5回目でございます。なおさらにその5回目に花を添えるように、今年度から文部科学大臣賞が新たに設けられました。そういうこともありましてですね、4回までの募集にもかなり多くの学校から募集がございましたけれども、今回は150校という過去最大の応募がございました。で、 ESD 大賞の、このこともその冊子に明記されておりますけれども、 ESD 大賞の狙いはですね、 ESD の狙いであります持続可能な社会づくりに関わる課題を見出し、それらを解決するために必要とする能力や態度を身につけることを通して、持続可能な社会の形成者としてふさわしい資質や価値観を養うことを評価基準にしまして、さらに学校教育という観点から学校全体として組織的計画的な取り組みとなっているか、指導内容方法等について工夫改善された
新しい改善が行われているか、新しい提言が行われているか、他の学校にとって参考活用とすることができるかの3点を評価の観点としております。なお今回から ESD の発展、 ESD 対象のさらなる発展のために新たな企業特別賞としまして、ネスレ日本ヘルシーキッズ賞を設けることにしました。これからの学校教育、とりわけ ESD につきましては ユネスコ国内委員会の提言にもありますが、関係機関、関係者間のパートナーシップが重要です。ネスレ日本ヘルシーキッズ賞は、自分の体は自分で作るをコンセプトに、次世代を担う子どもの健康づくりをサポートするネスレ日本株式会社の協力を得まして、 ESD のもとに ESD 対象の審査基準を満たした小学校の中から次の4つの観点に基づいて優れた実践に対して賞を贈るものです。その一つ、体づくりに前向きな子を育てる教育活動。二つ目、仲間とともに行動することで喜びや楽しさを分かち合うことができる教育活動。三つ目、社会性、対人関係能力、他者への思いやりを育てる教育活動。四つ目、子どもの自尊感情、自己肯定感を高める教育活動。以上4点でございます。それでは ESD 対象の方から簡単に公表まいります。まず文部科学大臣賞、岡山県岡山市立京山中学校。京山中学校の実践は京山アクティブタイムと名付けまして、教育課程では総合的な学習の時間に位置づけています。タイトルはグローカルな視点を生かした事業活動で育む思いやり、夢、志、教育、これは共に生きるですね、であります。狙いは具体的な課題の発見、探究、解決、提案の学習活動の過程で、生徒自らが持続可能な社会づくりへの価値観を身につけ、自ら意思決定を促し、行動の変革を促すです。教育活動への具体的な取り組みにつきましては、後ほど詳細な報告があろうかと思いますけれども、もうかなり多くの学校で実践されております ESD カレンダーを作成しまして、 ESD の6つの概念と育むべき7つの資質能力を明らかにし、教職員が共通理解によって計画的に教育活動に取り組むことができるよう校内の体制を整えました。またこの第1回目の文部科学大臣賞の評価に対応する取り組みとしましては、学習の評価に取り組んだことです。今までの多くの実践法ございますけれども、評価に取り組んだ実践はこの京山中が最初でございますということが高く評価されました。次に、ユネスコスクール最優秀賞です。広島大学附属中高等学校。広島大学附属中高等学校は1953年に我が国最初のユネスコスクールとして承認された学校です。次来校内にはユネスコ共同学校推進室、共同学校推進室を設けて、 ESD の視点から教育活動を見直し、すべての教育活動において生徒が希望の未来を抱き、新しい平和な文化の担い手となることを目指して実践を重ねてきました。まさにユネスコスクール大賞にふさわしい取り組みといえます。取り組みにあたりましては、教師がつながる、教育活動をつなげるを掲げまして、それぞれの教科、科目、分野において ESD の視点から実践可能な教育内容を抽出し、それらを体系化した ESD カレンダーを作成し、教育課程の整備に努めました。生徒の活動としましては、国内ユネスコ委員会による運動靴を集めてアフリカに送るなどのレインボープロジェクトへの取り組み、あるいはクラブ活動としてユネスコ班による校内の省エネルギー対策への取り組みなどを挙げることができます。なお先ほど司会の方からもございましたが、3度目のスーパーサイエンススクールを指定を受けまして、
ますます充実した教育活動に取り組んでおります。小学校賞、愛知県岡崎市立音川小学校、タイトルは教科とつながる ESD、 サブタイトルを大自然の神秘に触れ命の響きを監督する理科学習として、教育課程では総合的な学習の時間と理科に位置づけております。狙いは身近な地域に生息する昆虫の観察を通して新たな発見による学びの面白さの体験、昆虫の生態に触れることによって生物の多様性、生命の有限性、かけがえのない生命、地球環境の生態系を支えることの重要性に気づかせることなどを挙げており、 ESG 対象の狙いに特した取り組みといえます。児童の身近な自然環境を生かした ESG の取り組みが小学校賞として評価されました。中学校賞、東京都多摩市立東愛宕中学校、タイトルは地域の持続可能性を高めるアウトプットを重視した ESD で、狙いは多摩市の目指す2050年の大人づくりの趣旨に基づき、知識や思考力、問題解決学習にとどまらず、グローカルな視点で地域の人々や国内外の同世代の人々に向けたアウトプットを重視した生徒の主体的な実践です。市と連携した取り組みに ESG としての特色を伺うことができます。なお、中学校の特色を生かしまして、その取り組みの一つとして ESG に視点に立ったキャリア教育の推進と職場体験のを挙げることができます。キャリア教育や地域の関係機関と連携など、中学校としての特性を生かした取り組みが評価されました。高等学校賞、筑波大学附属坂戸高等学校、タイトルは総合学科高校の特色と海外交流ネットワークを生かした ESD の実践です。狙いは生徒が将来の職業選択や社会とのつながりを考えながら持続的発展を阻害する要因と向き合い、自ら問題解決に積極的に関わる人材の育成です。活動の一つをご紹介申し上げますと、インドネシア、タイ、フィリピン、台湾、そして日本とアジア5カ国の高校生による国際シンポジウムを全校挙げて開催し、環境問題や持続可能な社会づくりについてのアイデアを共有するなど、海外の高校生との交流活動を挙げることができます。この総合学科高校はそれぞれ生徒が専門教科を中心に学んでおりますけれども、 ESD の活動に取り組むようになりましたから、英語を駆使して自分の考えを伝えようとする態度を多くの生徒が身につけるようになりました。総合学科高校の特性を生かした国際理科への実践が高く評価され、高等学校賞を受賞することになりました。審査員特別賞、東京都小笠原村立小笠原小学校、ユネスコによって世界自然に指定された小笠原の自然的特性を生かした ESG の実践です。タイトルは僕たち私たちの世界遺産です。小笠原の自然について環境教育の視点から系統的課題解決的な学習に取り組むことによって、主体的探究的な学習に取り組む態度の育成とともに、郷土小笠原への誇りと愛着を育むことを狙いとしております。活動は自然研究センター、小笠原海洋センター、山科鳥類研究所などの地域の関係機関、地元の関係者等の協力を得ながら、自然観察やフィードワークなど体験を重視した活動に取り組んでおります。世界自然遺産を生かした ESG の取り組みが審査員特別賞の受賞理由として挙げることができます。次にネスレ日本ヘルシーキッズ賞のご紹介です。群馬県藤岡市立三栗西小学校、学校の目標としてよく考える子、思いやりのある子、たくましい子を設定しています。していますが、
よく考える子を支える柱として、また思いやりのある子、たくましい子の核として、健康教育、これは食と栄養と運動ということですけれども、健康教育を教育課程に続けて全校的に取り組んでいることが評価されました。もう一校、愛知県立岡崎市音川小学校、音川小学校では食と健康、運動への子どもへの意識の向上を目指し、保健指導、給食指導、児童委員会による主体的な健康づくりや運動プロジェクトの取り組みが組織的、継続的に実践されていることが評価されました。以上でございます。おめでとうございます。と季語より好評を申し上げました。それでは各賞の授与を行います。まずは文部科学大臣賞です。賞状副賞の授与は藤井元幸文部科学副大臣にお願いいたします。なお授与に際しまして写真の撮影がございます。受賞者の皆様はご協力のほどお願いいたします。文部科学大臣賞は岡山県岡山市立京山中学校、代表して徳山純子校長です。賞状、岡山市立京山中学校の殿、あなた方は特定非営利活動法人日本持続発展教育推進フォーラム第5回 DSD 大賞において優秀であると認められました。ここにこれを称します。平成26年11月8日文部科学大臣下村。おめでとうございます。続きまして、賞状の授与は NPO 法人日本持続発展教育推進フォーラム理事草勲に、副賞の授与はカシオペア産機株式会社若尾久志様よりお願いいたします。まずはユネスコスクール最優秀賞です。広島大学附属中高等学校、代表しまして古賀和弘校長です。ユネスコスクール最優秀賞、広島大学附属中高等学校殿、機構は第5回 ESD 大賞において日頃の熱心な ESD 活動の取り組みを応募され、審査の結果当初の成績を収められました。よってその栄誉を称え表彰します。日本持続発展教育推進フォーラム理事長有馬茂人。おめでとうございます。続きまして、小学校賞です。愛知県岡崎市立音川小学校、代表して八菅渉校長です。小学校賞、愛知県岡崎市音川小学校との以下同文でございます。どうもおめでとうございます。おめでとうございます。続きまして、中学校賞です。
東京都多摩市立東愛宕中学校、代表して千葉正則校長です。中学校賞は東京都多摩市立東愛宕中学校との伊賀殿です。おめでとうございます。高等学校賞です。筑波大学附属坂戸高等学校、代表して本野良介教諭です。高等学校賞筑波大学附属坂戸高等学校殿、伊賀殿です。おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして、審査委員特別賞は東京都小笠原村立小笠原小学校ですが、本日は欠席されておられますので、後日賞状と副賞をお渡しさせていただきます。おめでとうございます。最後に、ネスレ日本ヘルシーキッズ賞です。賞状、副賞10万円の授与は、ネスレ日本株式会社執行役員メラニー・コリー様よりお願いいたします。まずは群馬県藤岡市立三国西小学校です。代表して茂木孝之校長です。第5回 ESD 大賞ネスレ日本ヘルシーキッズ賞、群馬県藤岡市立三国西小学校殿、機構は第5回 ESD 大賞において日頃の熱心な ESD 活動の取り組みを応募され、審査の結果、報奨の成績を収めました。よってその栄誉の称え、表彰いただいてます。平成26年11月8日おめでとうございます。そして愛知県岡崎市立音川小学校です。代表して八砂渉校長です。第5回 ESD 大賞ネスレヘルシーキッズ賞、愛知県岡崎市立音川小学校です。おめでとうございます。受賞の皆さん、おめでとうございました。以上で授与を終了とさせていただきます。それでは受賞校を代表いたしまして、岡山県岡山市立京山中学校より今のお気持ちを一言いただきたいと思います。お願いいたします。皆様、素晴らしい賞をいただきありがとうございました。この賞を励みに、これからも素晴らしい生徒と教職員と保護者、地域の皆様と一緒に思いやり、夢や志を共に育て合う学校づくりに邁進をしてまいります。本校を支えていただきました皆様方に感謝いたします。ありがとうございました。受賞校の皆様、おめでとうございました。
それでは改めまして受賞されました皆様にもう一度大きな拍手をお願いいたします。それではお席へとお進みいただきますようお願い申し上げます。続きまして文部科学大臣賞を受賞いたしました岡山県岡山市立京山中学校の辞令を発表していただきます。それではお願いいたします。皆様おはようございます。岡山市立京山中学校長の徳山でございます。本校は地域に愛される学校として教職員一体となって日々学校改善に努めています。校長室のドアを開け生徒の自治的な提案やアイデアには真摯に耳を傾け実現に向けての支援をしていきたいと考えています。生徒会が東日本復興支援バザーに取り組んで4年が経ちます。気仙沼の百瀬中学校との顔の見える関係を継続しています。その思いを花は咲くで放送部が作成した DVD をご覧ください。本校は復興支援を支える生徒、相手式に立った社会貢献ができる生徒を育てていきたいと考えています。バザーの様子です。未来の教科書が手元にあるとすれば、大震災は日本の歴史を変えた大きな地震として未来の教科書に書かれるはずです。さらにその教科書には、日本は甚大な被害を受けたが、当時の若者が知恵を絞り、汗を流して働き、日本は急速な回復を遂げたと。これからの歴史、未来を作るのは生徒たちです。本校は生徒820名、創立41年目を迎える学校です。学校教育目標自立と創造に向かう生徒の育成挑戦共生豊かな心の具現化を図り生徒一人一人の命が輝く黄金の中学校を作りたいと思っています。そのためにさまざまな教育活動を通して心の根っこを深くたくましくし国際人としての基礎を培っています。このマスコットはカミングサーティー君1日一口30回噛んで80歳まで20本以上の歯を残そうという8020運動プロジェクトのマスコットです。本校の生徒作品です。経営方針はこのようにワンペーパーにしていろいろなところで説明をしています。重点項目を明確にし年2回の学校評価を行い PDA サイクルをスパイラルに回して検証改善徹底を図っています。その根底を支える基本方針は3つの保証、2つの指導、1つの約束です。体験から感動が生まれそこにコミュニケーションが生まれます。大切にしたい3つのことは挨拶、響く歌声、清掃やボランティアでの光る汗、教員の率先垂範を通して取り組んでいます。スローガンは京山から世界の見える学校へ、世界が学びのキャンパスとなる学習環境を整え、持続可能な京山の教育の実現をしていきたいと考えています。京山から世界の見える学校とは、思いやりや夢、志を共に育て合う学校であり、いじめの起こりにくい学校のことです。研究主題は、地域に誇りを持ち、地球的視野で未来を考え、地域のために社会貢献できる生徒を育てていきたいと考え、事業研究に取り組んでいます。そのためにも、学校、家庭、地域が一体となって、地域の宝物である子どもたちの健やかな成長を願い、
地域の人、物、事とのつながりや関わり合いを大切にしています。子どもが育ってこそ学校であり、評価基準は生徒の成長に役立っているか、このことを物差しとした真摯な取り組みを積み重ねています。本校の ESD の特色を次の5つの視点から述べたいと思います。まず、総合的な学習の時間では3年間の全授業を見直し、3年間を見通した本校版の学習指導要領の開設、評価基準表の作成、探究活動の質の向上を行っています。全教職員で月1回三角型の校内研修を行い、指導力を磨いています。教科を超えたグループで話し合い、意見を共有しています。また夏休みには先生が生徒役になって授業を行い、その後研究協議を行う研修、あるいは昨年から地域の方を講師にしてグループを8つに分けて地域のフィールドワークを行っています。これは地域の良さを教員が知り、地域の方と触れ合う絶好の機会であり、今年は地域の絵を描きたいという美術部の生徒も一緒に参加し、フィールドワークをした後、体育館で教員、生徒、地域の方と全員で振り返りを行いました。大変有意義な研修でした。中学校区でも互いに授業公開をして研究協議を行い、中学校区での学習指導連携を図っています。ここに示す具体的な課題の発見、探究、解決、提案の過程で W 型問題解決モデルを意識した探究活動を通して、持続可能な社会づくりへの価値観を身につけ、気づき、考え、行動する生徒を育てています。これは国立教育政策研究所が示している ESD の視点でつけたい力を図式化したものです。この6つの構成概念と7つの能力態度を踏まえ、つけたい力を明確にした授業に取り組んでいっています。これが3年間の主な取り組みです。1年生では京山地域をフィールドに、地域の人物ことをテーマに探究活動の基礎を学び、2年生では広島研修を核として共に生きるをキーワードに、さまざまな人との交流を通して自らの生き方を考えます。そして3年生では水俣フィールドワークを中心に環境問題を考え、環境、防災、人権など生徒が個人テーマを決定し、自分の考えを総合文化発表会や地域の会で発信をしています。最初に1年生は1年生の段階でまず校内探検、学校の秘密を探ります。そしてオリジナルパンフを作成します。次にフィールドを京山学区に移し、夏休みに市内探検をして課題テーマを決めて次の探究活動に取り組みます。発信する手段として地元の新聞社の方から記事の効果的なまとめ方を学びます。4人班でリード文や記事をどう書いていくのか、どうして訴えたらいいのかを考えます。こうしたことを新聞にまとめてクラスでポスターセッションを行います。これは留学生の多い地域であり、岡大の留学生にインタビューをして困っていることや自分たちにできることをまとめて提案をしたものです。また地域に交通事故が多いことを課題にして、学区で危険な交差点を調べ、その理由を分析し、泉町交番に出かけて提案したグループがありました。これは防災についての新聞です。京山公民館に行き、来館者にアンケートをして防災意識を調査したものです。このように地域課題について防災、交通安全、環境問題、食育などさまざまな視点から探究をし、自分なりの解決策を考えて探究活動の基礎を学んでいます。2年生にでは共に生きるをキーワードに、広島を核とした平和国際理解学習を進めています。これは国連大学で発表した時の写真です。広島研修での生徒スローガン、心でつなげる平和のバトン、一人一人の思い大きな力へ、この生徒の作ったスローガンのもと、平和学習でいろんなことをたくさん学んで広島研修に行きましたが、被爆された当事者の方から直接お話を聞くことは、改めて平和の大切さを痛感させられました。
平和公園では折り鶴の歌を捧げ、京山中平和宣言を行いました。多くの海外の方が足を止めて聞いてくださいました。広島市内のフィールドワークでは、グループで睦弥園や放射線影響研究所など自分で決めたさまざまな場所を訪問し、当事者の方から声を聞いたり、行政や会社へのインタビューを行いました。当時地図から消えていた大久野島の毒ガスの歴史も学んでいます。こうした研修の後には、生徒は必ず短歌を詠います。こんな歌がありました。被爆者の夢を受け継ぐ私たち、宝物は命と平和。語り部の静かな強い眼差しに、僕らは誓う平和な未来。うさぎ飛ぶ小さな島に隠された教科書に載らぬ日本の真実。3年生は水俣学習を通して環境や防災、人権を考えます。これは今年水俣に持参した3年生全員の環境宣言を入れた地球儀です。今水俣の資料館に置いてあります。小グループで水俣市内のフィールドワークを行い、水俣病の当事者の方との触れ合いや名水園での慰問など、当事者の実際の声を聞く中で学びを深めていきます。生徒が自分で学んだことを短歌にしています。青い海、過去に起こした過ちを捨てることなく明日に届けて、知らぬ間に汚染された魚たち、罪もないのに死んでいく身は、水俣で今まだ生きる悲しみをこれからみんなに伝えたい。また2年生では地域の万成病院と連携をした心の病気を学ぶ授業を行っています。共に生きるまちづくりとして、1年生ではハンセン病、2年生では心の病気統合失調症について学んでいます。心の病気を学ぶ授業の単元学習では、学区にある病院と自立を支援するひまわり寮と連携をし、心の病気を正しく理解し、差別偏見の解消に向けた単元学習プログラムとなっています。交流会では小グループごとに当事者の体験談や願いを聞きながら、一緒にゲームや歌を楽しむ中で互いの心の響く交流となっています。生徒自身が当事者の方から聞く差別や偏見を受けて、その体験談は身近ないじめとも結びつく貴重な経験となっています。ハンセン病、心の病気を受けて3年生では命を育む授業を実施しています。地域の愛育院さんの協力のもと、親子ボランティア80組に参加していただき、赤ちゃんと触れ合う中で命の重みを実感し、家族への感謝、家族の在り方を考える貴重な機会となっています。この時の子どもたちの笑顔は輝いています。そして贈り物として安全な手作りおもちゃを家庭科の時間に作成していっています。心の中にある一つ一つの命の中に、耳を澄ませば聞こえてくるだろう、気づかずにいた命の声を。見上げた夜空に君を思うよ、体中に感じるぬくもり、どこにいたって一人じゃないんだ、深い悲しみに涙溢れても
これは小山の歌です。上野区を生徒が、下野区を保護者が作成したものを全クラスに掲示しています。たくましい家族の背中を見て育つ、お手本となる背中でいたい、毎日のいってらっしゃいパワーゲン、ただいまの声聞ける幸せ、喧嘩して言い訳するけどやっぱ好き、分かっているよ心の声を。また国際交流としてイングリッシュデーを設定し、大勢の留学生に来てもらい、小グループで英語をツールとした文化交流を行っています。相手の国の紹介を英語で聞くだけではなくて、京山ガイドブックを英語の授業に作成し、京山自慢をしています。こんなガイドブックを英語で作り、日常に役立ててもらおうとプレゼントをしています。給食を一緒に食べて触れ合う中で、英語でのコミュニケーション力もアップしています。他にもサンノゼの高校生との部活動交流、北方四島の方とはロシア語は分からなくても文化交流できることにチャレンジをしました。二つ目の特徴は、 ESD の視点から教科横断型の単元学習プログラムを作っていることです。いくつか事例を挙げますと、例えばこれは鉱物の多様性と有用性についての理科と英語の事例です。本校のグラウンドの砂を顕微鏡で観察し、世界10カ国以上の砂を観察して鉱物の多様性や有用性を学んだ3年生の学習プログラムです。理科と英語の合同で英語で行いました。これは2年生の英語の授業にミャンマー、インドネシア、アメリカなど5カ国の方をお招きをして英語で取り組んだ環球学習の事例です。これは3年生の食料問題をテーマにした11時間構成のプログラムです。前半4時間で課題発見、後半7時間が課題研究です。概念と能力態度を明記しています。一枚の写真について書かれた記事をきっかけに、その賛否や理由を意見交換します。スーダンの現状をジャマイカの隊員から実際にビデオレターを送っていただき、現状を知ります。若手農家の方に来ていただき、実際に育てたイチゴを持参してもらいました。食べ物を育てる手間とかありがたみ、思いを英語で語ってもらいました。この方はアメリカに行っていたことがある農家の方で、日本人の方が英語で語ってもらうことにも意味がありました。環境は末子さんや学校栄養職員との共同でフードマイレージを算出し、食と環境の関係を考えていきます。まあ、こうした学んだことを生かして、食料問題に対する自分の行動指針を英語で提案します。留学生の方にも来ていただき、コメントをもらいました。まあ、このような教科横断型の授業を教科を超えて話し合うことで、教師間の学びを深めています。3つ目の特色は、こうした学びを地域に発信する場として10月に総合文化発表会を設定します。 SKF と呼んでいますが、地域や多学年に発信することで、地域にとって中学生は頼りになる存在であり、1年生にとって2、3年生はさすが先輩と言わしめる良き手本となります。今年のスローガン、終わらない京山の挑戦、3プラス11は14年目の可能性、生徒が考えました。こうして生徒 SKF プロジェクト委員会を立ち上げ、毎年スローガンを考え、すべて生徒の手によって運営が行われます。探究活動の成果やワークショップ、演劇、展示などで表現をしていきます。 2、3年生はステージやワークショップで300以上の研究活動が発表されました。同窓会や地域の方にもブースを出していただき、1年生や委員会による展示発表、例えば保健委員会は骨密度を測ったり、糖分を明記したペットボトル症候群についての発表をしています。2年生は平和をテーマに、3年生は環境をテーマに、学んだことを演劇で提案をしています。脚本も役作りも生徒が行いました。見事な提案をしてくれました。4つ目の視点は、社会貢献を高める委員会活動です。生徒会による復興支援バザーももちろんのこと、毎月10日には中学生が幼少中に出向き、挨拶運動に取り組んでいます。夏祭りや草抜きなど、たくさんの生徒がボランティアとして参加をしています。
特に保健委員会が中心となって世界の子どもたちにペットボトルのキャップやユニクロの力を借りて服を難民の子どもたちに送っています。今学校が地域のボランティアの拠点校となっています。夏には科学部を中心にエコカーテンを作っています。科学部は今サイピアさんと協力して毎週1回地域の CO2 を毎日測っています。また障害健康で過ごすために8020運動に力を入れています。学校歯科医との連携を図り、給食を歯科医と一緒に食べたり、昼休みに歯科検診をしてもらったり、日常の歯磨き指導や歯の健康ノートを作成し、3年後に卒業式にプレゼントしています。1年生では専門学校100名の学生に来てもらい、歯磨き指導、自分に合った歯磨きをに取り組み、給食後の歯磨きの日常化を図っています。他にも食事との関係からよく噛んで食べることを奨励しています。歯に良いおやつ作り、噛んで食べる食事作りなど料理教室を開いています。そして今、生徒手作りの学習効率アップ神々弁当の日を設定しています。これは家庭科の授業と連携し、神々レシピを自分で作り、買い物から自分で行い、生徒手作りのお弁当を持ってきます。給食時間には一口30回噛む活動を取り入れています。また免疫力アップのアユベー体操、これは帰りの会や生徒集会等で行っています。本校作成のこの歌は地域にも啓発を図っています。生徒が時々口ずさんでいます。こうして特色の最後の5つ目ですけれども、地域や専門家との連携協働ということで、学校から積極的な発信をするとともに、授業の中に地域の方にたくさん入っていただいています。京山公民館開催の地域の方との意見交換会にも中学生が参加して、地域の課題や改善策を考える機会を得ています。これは環境エコツアーで地域の方と水質調査をしたり、大気汚染を調べています。そして学校ではスクールランチミーティングを開催し、地域の方に給食に入っていただいて一緒に語り合う会を開いています。こうした取り組みを通して、大好きみんなの京山という地域標語を募集したところ、毎年素敵な作品が生まれています。毎朝校門を清掃し、笑顔で生徒と挨拶を交わしながら、生徒の元気な挨拶に私はいつも心が和んでいます。理想な学校を目指すとどんどん課題が湧いてきます。でも課題があるとますますやる気が湧いてきます。成果と課題を明確にしながら、夢や志、思いやりのある生徒を育てるために、地域の力強い学校応援団と一緒に、校長として全教職員と自分への挑戦を続けていきたいと思っています。本日は素晴らしい賞をいただき誠にありがとうございました。文部科学大臣賞を受賞いたしました岡山県岡山市立京山中学校の事例発表をいただきました。皆様、大きな拍手でお送りください。それではただいまより国内交流の実践の発表に移らせていただきます。発表者の皆様はステージへとお進みください。なお、発表者の紹介は多摩市教育委員会指導主事中谷愛さんに行っていただきます。お願いいたします。発表者の方々は多摩、岡山、気仙沼の国内の3つの地域にあるユネスコスクールで学ぶ中学2年生です。今日はこれまでにテレビ会議を通して学んできたことを報告いたします。前半ではパート1として多摩岡山子ども未来会議2014国際平和に向けた私たちの思い、そして後半ではパート2として
多摩岡山気仙沼子ども未来会議2014防災について考え私たちが取り組めることの2点です。多摩からは東愛宕中学校、多摩長山中学校、岡山からは京山中学校、そして気仙沼からは大谷中学校の皆さんが発表します。それではどうぞよろしくお願いいたします。皆さんは平和な社会について考えたことがありますか？戦争がなくならない現代、どのようにしたら平和を多くの人たちと共有し、みんなが仲の良い世界を築き上げることができるのでしょうか？私たちには何ができるのでしょうか？岡山市立京山中学校、多摩市立東愛宕中学校、多摩市立多摩長山中学校の3校の中学生16名が集まり、このようなテーマで7月と8月にテレビ会議による岡山多摩 ESD 子ども未来会議を3回行いました。まずは会議の様子をビデオでご覧ください。改めましておはようございます。では今日が未来会議の第3回最終回ということで、このメンバーで毎週土曜日こうやってきましたけれども、今日が最後になりますので、具体的な方法論を探りたいという中で、今回のこのお題でいきたいと思っているんですけど、海外の人とつながるためにまず相手の国のことを正しく知って、日本のこともよく知らないこともたくさんあると思うから、興味を持って自分たちで調べて海外へ発信する、この海外のことを知っているのはここにいる少ない人数の人しかいないから、まず学校に持って帰って報告して、それからたくさんの人の意見を聞いたり、日本中にはまだ ESD のことを知らない人とか平和について考えたことがない子どももたくさんいるから、 ESD を全国に広めるっていうのは、日本の人々、子どもたちがその世界の人とっていうことに関してほとんど興味を持ってないから、その ESD を知らないと思うんで。岡山です。私はまず外国に発信するのは難しいと思うので、まずは自分が正しく理解して、それを自分の身近な人、中学生の同級生の人とか家族とか地域の人とか身近なところに伝えていくっていうのをしたいと思います。こういう会議とか話し合いがすごく重要だということをとても実感できたので、これからもっと小さな話題からでもいいから、友達とか家族とか周りの人とシェアしていけたらいいなと思います。未来会議が終わりということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。1回目の会議では3校それぞれが今までに学んできたことを報告し合いました。同じような取り組みをしていることに気がつくこともあれば、今までに取り組んだこともないようなことにチャレンジしている学校の活動にはぜひ取り組んでみたいと大きな刺激を受けました。2回目の会議では世界の人々と仲良くなるために今何が課題なのかをテーマに議論しました。出てきた課題をもとに3回目の会議では、世界の人と仲良くなるために私たちが大切にしたいことや今の私たちに何ができるのかについて話し合いました。さまざまな意見が出る中、私たちが特に注目したことは、交流をしていくことが
とても大切であるということ、大事なことをどうやって発信していけばよいのか、言葉の壁をいかにして乗り越えるのかといったことでした。このことも含め会議での意見をまとめ、私たちは世界の人々と仲良くなるための中学生による平和宣言を作りました。私たちの中学生平和宣言。新聞などの人種差別に関するニュースに関心を持ち、この問題を正しく理解し、身の回りの友達や家族と共有していきたい。いろいろな国の文化の違いや考え方の違いを理解して、平和についての関心を高めていきたい。平和な世の中を作っていくために、いろいろな人とのつながり、関わりを大切にしたい。偏見や差別をなくしていくために、身近な人や海外の人と意見を共有できるようにしていきたい。与えられた情報を鵜呑みにするのではなく、自分の頭でもう一度考え、それが正しい情報なのかどうかを自分で判断できるようにしたい。世界の人たちと仲良くしていきたい。日本の良さや自分の思いを積極的に発信していくために、これからもっと英語を勉強していきたい。友達や家族と日本の良い点と悪い点を話し合いたい。身近な争いをなくすために、相手の立場に立った言動をしていきたい。自分の周りから平和の輪を広げていきたい。外国の人と関わりを持ち、少しでも相手を知るようにしたい。世界についてより深く理解するために、いろいろな国の文化や習慣をもっと知りたい。日本の文化や歴史をもっと学んで世界に発信していきたい。新しい友達を作りたい。これらの宣言を国連大学で8月に発表した後、9月以降私たちはさまざまなことに取り組んできました。多摩長山中学校です。私たちは3年生から平和宣言の内容を2学期に受け継ぎました。その中の情報をつかむことの努力について発言したいと思います。2年生は伝えよう東京をテーマに都内巡りの班学習をしてきました。私たちの班は外国の方々に直接インタビューすることにしました。自分たちの英語が伝わるのか不安でいっぱいでしたが、浅草や原宿などで聞きました。英語が多少間違っていても、日本の良さや感想を分かるように私たちに教えてくれました。その中で日本の自販機はお釣りが出てくることに驚いたなどがありました。そして9月からの道徳の授業では、国際理解について学習し、ガーナに赴任していた青年海外協力隊の方のお話を聞きました。いろいろ驚くことばかりでしたが、違いがあるのは当たり前、共通していることは何なのか考えてほしいとおっしゃいました。また識字問題についても考えました。字の読めなかった人も私たちもどちらも幸せになりたいと考えていることは共通なのだなどの意見がクラスで出ました。海外に目を向けてみると知らないことがたくさんあるのが分かります。これからもさまざまな情報をできる限りつかみ考えていこうと思います。東愛宕中学校です。私たちの学校では中国の先生方をお迎えして一緒に給食を食べたり、
授業風景を見てもらったりしました。特に給食は中国にないシステムのようで、とても不思議そうにしていました。最初に話を聞いたときは、言葉が通じるか、いいおもてなしができるかなど困ったことがたくさんありました。しかし中国語でおもてなしカードを作ったり、簡単な英語を使って話したりして乗り越えました。僕は給食中に授業や部活動の話をしました。近い国だけれども違うところがたくさんあって驚きました。さらに私たちはユニクロと連携して服の力プロジェクトにも取り組み始めました。私たちが使わなくなった子供服を集めて、世界中の着るものがなくて困っている難民の方々に贈ろうというプロジェクトです。私たちは今年の夏から顔を合わせなくても困っている人の力になれることを学びました。今までは国内だったけれど、世界でも同じことができるのではないかと考え、このプロジェクトに参加しています。私たちは服をたくさん送りたいと思っています。私たちはこのように外国の方々と実際に会って話したり、テレビ会議を使って交流することができました。これからもこのような活動を続けたいと考えています。京山中学校です。私たちは中学生平和宣言を受けて、288名が個人で平和に関するテーマを設定して探究レポートを作成しました。それをもとに10月の総合文化発表会で、共に生きるをテーマに、地域の方々や他の学年の生徒たちにワークショップや演劇などさまざまな方法で発信しました。私は演劇を通して地域の人に訴え、見ている人の涙を誘いました。演劇は脚本から役作りまで自分たちで作り、悲しい過去を忘れないために、戦争は人々の大切なものをすべて奪っていくことを訴えました。私はこの演劇に取り組む中で、過去の戦争を乗り越え焼け野原から立ち直った人々のおかげで今の日本があること、今の日本がどれだけ平和であるかということを改めて実感しました。その後、学年合唱 With You Smile を心を込めて歌い上げました。私たちはこれから京山イングリッシュデーで20カ国以上の人に来ていただき、京山のことを紹介したり、相手の国の文化などを英語で話し合う機会を持ちます。英語を通して互いに学び合えるように、今英語の授業を頑張っています。これらの取り組みを通して、私たちは課題についてさらに調べ、解決に向けてどのようなことができるかを考えることができました。交流する意識や関わろうとする思いがとても大切であることが分かり、さらに自分たちの視野を広げていこうと思いました。これでパート1の発表を終わります。次にパート2に移ります。今年1年を振り返ると、さまざまな災害が大変多い1年でした。もしも災害が発生したときに、中学生である私たちはどのようなことに取り組むことができるのでしょうか。そのような課題意識の中で、私たちは防災をテーマに、昨日京山中学校と東愛宕中学校をインターネットでつなぎ話し合いました。私たちは普段は多摩、岡山、気仙沼というそれぞれ異なる地域に住んでいますが、災害が起きた時にはどのような行動を取ることができるのかという一つのテーマについて一緒に考えることで、互いに学び合うことができました。昨日午後、
京山中学校に大谷中学校と多摩長山中学校の6人が集まりました。東愛宕中の畑澤くんと黒田くんは昨日のテレビ会議終了後、昨夜にかけて多摩から寝台列車でこちら岡山に駆けつけてくれました。それではまずは昨日盛り上がった会議の様子をご覧ください。珍しく、ね、A と B 合同で勉強します。避難所で中学生ができることということを、ね、いろいろ使って勉強していきたいと思います。今日は京山中、大谷中、長山中、愛宕中の4校でもし被災したときに避難所で中学生がどのような力になるのか考えてみましょう。避難所を開設するにあたり自分の力ができるこうなってる四角いグループでこれ広げて支援物資や防災倉庫の中のものを生徒で運搬したりすることが 大事なのではないかと考えました。災害時にはやるべきことがたくさんあり、それらをどう効率よく行えるのか、また避難していた人たちのことを考えるのが優先だと思います。その情報を集める、瓦礫を片付ける、炊き出しをする、パニックになった人をなだめる、日本語が喋れない人に英語で話しかけるです。すべて学校に関することや私たちの住む町のことをよく分かってないとできないことだと思います。ではこれからも、学校同士連携を大切に頑張っていきましょう。ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。それでは会議で意見を交流した私たちが今地域の防災について改めて考えていることを発表したいと思います。京山中学校です。京山地域は古くからの文教区であり、保養小の学校が多いことから子ども連れの家族世帯が多い地域です。大学が3校あることから外国からの留学生の方も多くおられます。また高齢者の方だけで住まれている家庭も多く、もし災害が起きた時には子ども、高齢者、外国の方といった世代を超えた多くの方たちが本校に避難をすることになります。もし本校が避難所になった時には学校のことを一番よく知る私たちがしっかりとサポートをしていかなければいけません。中学生にできることは、例えば子どもには遊び相手になって、高齢者の方には話し相手になるなどの避難所でたまるストレスを解消する役割ができます。またプールの水汲みなどの力仕事や掃除などの美化活動などの数多くの仕事ができることを昨日の会議で改めて感じました。自分たちも地域の一員として自分たちにできる活動を積極的に行っていきたいと思います。多摩長山中学校です。私たちの学区は団地やマンションが多いです。大きな公園もたくさんあります。でも農地はほとんどなく、ライフラインが止まったら人々は食べることにすぐに困ってしまいます。私は避難所で中学生として大人の人たちに混じって物資を分けることや元気づけるためのポスターや掲示物を作ることを考えました。それから生徒会の環境委員や
保健委員などで組織的に動くこともいいと思います。情報がなくて不安だったということも聞いたので、情報を集めたり伝える役ができるのではないかと思います。いろいろ中学生にもできることはたくさんあると感じています。東旗子中学校です。私たちの学校では、自分たちが被災したときに自分たちの命を自分の力で守るために自助パックを作成しました。その中には保存食や水、家族写真や自分宛の手紙などが入っています。さらに交流を通して私たちの防災への意識はますます高まっています。避難所ではどんな人がどのようなことで困るのか、そして避難所で中学生が力になれることなど、数多くのことを発表し合い、内容の濃い会議となりました。この交流で私たちはより一層地域の支えとしての責任の重さを感じました。大谷中学校です。私たちの学校は海がとても近い場所にあります。私たちは3月11日の東日本大震災の被害に遭いました。震災があってから私たちは、当たり前が当たり前ではない、命は大切である、生きていられることに感謝するという気持ちで生活しています。そして防災への関心も意識も高まっています。そんな私たち大谷中学校では、震災後幼小中、そして地域の人たちで合同避難訓練を行っています。やはり避難訓練は大切なものだと身をもって経験したので、今回の会議で学んだことを今後の訓練に生かし継続していきたいと思います。そして私たちが経験した津波がどの場所に来るのか、津波が何メートルまで来るのかを分かりやすく表示し、避難に役立てるようにしていきたいと考えています。実は昨日の会議のほかにも、大谷中学校は東旗子中と防災の話題でテレビ会議を行ってきました。先月には東旗子中に視察訪問された下村文科大臣と直接お話をすることができました。私たちはこれまでの会議で、特にそれぞれの特色、地域性はありますが、どんな災害でも地域の人とのコミュニケーションが必要だということを学ぶことができました。これでパート2を終わります。さて、私たちは4校が同じユネスコスクールであることで知り合い、つながりを持てたことや、地域が離れていてもテレビ会議などを使って交流が簡単にできるインターネットがあることで、このような会議を行うことができました。自分の意見を表明することは予想以上に楽しく、友達の意見を聞くことで新たに学ぶことがたくさんあり、とても有意義な時間でした。今後もこのような学校間交流を広げていくために、私たちが考えていることをお伝えしたいと思います。大谷中学校です。僕たちは今回のウェブ会議で、遠く離れた地形の全く違う地域の中学校と意見交換をする中で、自分たちでは思いつかなかった考えに触れ、新しい発見をすることができました。これまで以上に防災への意識が高まり、現在行っている合同避難訓練や防災グッズの使い方の確認などをより活性化していこうと思いました。他校へ意見を発信したり質問したりすることはとても貴重な経験で、互いに学び合える時間となりました。
そして僕たち中学生にできることはたくさんあり、無力ではないと気づくことができました。最後に、場所や地形が違ってもみんな災害と向き合い、命を大切にしていこうとしているという確信をもとに、これからも防災についての意見を活発に発信し、交流を深めながら活動をしていきたいと思います。東愛宕中学校です。私たちの学校では東日本大震災をきっかけに、中学生の自分たちにできることはないかと考えました。そこで以前から先生方で交流のあった大谷中学校の話を聞き、生徒会を中心に募金活動をすることにしました。私たちはそれ以来3年間毎月11日に学校で募金活動を続けてきました。この活動を通して大谷中学校との絆が生まれ、昨年度大谷中学校は修学旅行で私たちの学校に立ち寄ってくれました。私たちはお互いの学校のことを聞き合ったり、よさこいソーランを一緒に踊ってさらに絆を深めました。同じユネスコスクールである藤岡南中学校の皆さんも修学旅行の際に立ち寄ってくれ、素晴らしい交流ができました。私たちは地球上に同じ考えや一緒に行動できる仲間がたくさんいることを知りました。私たちは ESD の伝統を引き継ぎ、さらに国内だけでなく国外のたくさんの国々との交流に広げていきたいと思います。私たちは2050年を生きる大人として、この世界をより良いものにするためにさらに努力を続けていきます。多摩長山中学校です。僕たちは大谷中、京山中、東愛宕中との学校間交流を通して以下の2つのことを考えました。まず1つ目は、生の声で交換する情報の価値についてです。例えば 3.11 を経験した気仙沼の大谷中や外国の方が多いという京山中、それらの情報はインターネットなどを使えば簡単に知ることができます。でもそれを肌で感じた、その人たちと交流を行っているなどの体験談はなかなか実際に聞けることではありません。それを生の声で聞けるというのは本当に貴重な体験をしたなと思いました。2つ目は、僕たちの共通点についてです。長山中ではつい最近まで国際理解についての学習を全校で行ってきました。その中の一環として青年海外協力隊の方にお話を聞きました。その時に、違いがあるのは当たり前、どんなことでも共通していることは何なのか考えてほしいとおっしゃっていました。それを思い出して、我ら中学生には誰もが悲しい時は悲しいと感じ、嬉しい時は嬉しいと感じるという共通点があるのだなと思いました。これらのことを考え、これからも学校間の交流について個人、できれば学校全体で話し合い、日本、世界へと発信し、輪を作れたらと感じます。京山中学校です。今回のテレビ会議で、同じテーマでもそれぞれの異なる視点からの話を聞くことで、私の視野がぐんと広がりました。この交流で、今まで遠く離れていると思っていた東京も気仙沼もとても身近に感じることができました。今後もぜひ続けていきたいと思います。続けるにあたって3つのことを考えました。1つ目は、私は自分の住んでいる岡山や日本のことをもっとよく知ろうと思います。県外や海外の方に質問されても、自分の住んでいる地域の文化や地域の良さを知らなければ答えることができませんし、狭い範囲でしか答えられないからです。偏見や差別は正しい知識、理解がないことから起こると思いました。二つ目は、相手の話をしっかり聞いて、
相手の良いところや自分と違うところをたくさん見つけようと思います。相手の話を聞くことが人権尊重の一歩であり、相手の言うことをしっかり聞いて互いに違うことの良さを感じ取りたいです。3つ目は、間違いを恐れずに自分の考えを自分の言葉で伝えようとしていきたいです。今回言葉に出すことで私は多くのことを周りの人から教えていただきました。これからも間違えることを恐れずに堂々と言葉に出して意見交換ができる人になりたいです。いろいろな地域の方との触れ合いを通して共に生きるということは素晴らしいことだと体感しました。学ばせていただいたすべての方々に感謝したいと思います。これで私たちの発表を終わります。会場の皆さん、最後まで熱心に聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。4校の中学校の代表者より発表をいただきました。これから世界5地点をつないで、スカイプ会議をやりますのでお楽しみになさってください。ジャパンアートマイルの塩垢敦子と申します。ジャパンアートマイルは日本の学校と世界の学校をつないで世界の子どもたちと学び合う国際共同学習をサポートしている NGO です。今日は日本の2つのユネスコスクールとその相手校である海外の2つの学校をつないで、スカイプ会議を行います。その4つの学校をつなぐ前に少しプロジェクトについて説明させてください。アートマイルの国際共同学習って一体何かと言いますと、アートマイル国際交流壁画共同プロジェクトという学習プログラムを使って行うんですね。でこのプロジェクトを私たちは通常アートマイルと呼んでいます。でアートマイルでは海外の学校と ICT を活用して共通のテーマで学び合います。でその学習の成果として壁画を共同制作するというものです。でテーマは環境や伝統文化や平和や食などそれぞれの学校で決めていきます。でそれを学習テーマにしてネット上のフォーラムというものを使って調べたことや考えたことを共有するんですね。でそのフォーラムっていうのは相手と一対一でやり取りができる掲示板です。で時差が少ないところはスカイプのテレビ会議も併用して学習を進めていきます。実際に顔と顔を合わせて話をしますと相手との距離がぐーっと縮まって生徒たちの共同学習へのモチベーションがぐーんと上がりますね。テレビ会議はタイミングを考えて効果的に導入すると総合理解も学習も深まっていきます。しかしそのテレビ会議となりますといろんな環境の地域国々がありますから必ずしもうまく接続できるとは限りません。非常にネット環境が厳しいところもあります。テレビ会議やってても途中で映像や音声が乱れたりまたフリーズしたり時にはダウンしてしまうことだってありますよね。そういうトラブルも発生します。でもそれも世界の現実なんですよね。それを失敗と捉えるのではなくて世界の実情を知る学習というふうに捉えればそこから学ぶことは実はたくさんあるんです。で、アートマイルのテレビ会議は打ち上げ花火的なイベントではないんです。1回限りの交流ですとそこで つながらなければああもう失敗したということになってしまいますよね。でもアートマイルは7ヶ月間の継続した学習の流れの中で行いますので
たとえ途中でダウンしてしまうことがありましても、それは失敗ではなく次に生かす課題とすることができます。でフォーラムをコミュニケーションのベースとしております。でタイミングを考えてテレビ会議を併用するんですね。そうすることで安定して国際共同学習を進めることができます。でアートマイルでは段階を追って7ヶ月間の共同学習を進めていきます。9月は自己紹介、10月はテーマ学習、11月は構図決め、12月から2月に壁画制作、そして3月に鑑賞と振り返りという段階です。で今は11月ですから、これから学習、これまでの学習の成果として壁画を共同制作します。共同制作といいますのは、日本側が先に半分の絵を描いて相手にキャンバスを送ります。海外側が後の半分を描いて壁画を完成させます。で、今写っているこの、作品ですけれども、展示のブースで実物を展示しておりますので、ぜひご覧ください。でこのアートマイルはESD の学習プログラムとして今世界に広まっています。これまでに57の国と地域、862の学校、28,822名の児童生徒が参加しています。で私たちジャパンアートマイルのスタッフは実は今年の5月にユネスコの本部を訪問してまいりました。そしてESD の来人課長さんに面会してきました。でそこでそのアートマイルの説明をしてまいりました。でそこでアートマイルは ESD として優れた学習プログラムであると評価されて、ユネスコが奨励する ESD の学習プログラムとなっています。で私たちはそのユネスコ本部で申し上げたことは、これからはどの国でも国際共同学習が必要である。で ASP ネットに加盟する国が日本のようにホスト国となってアートマイルを行う場合には、これまでジャパンアートマイルが培ってきた学校支援のノウハウをすべて提供しますということを申し出てきました。で本日その4つの学校をつなぐんですけれども、参加する学校はユネスコスクールの札幌市立札幌踊り高校、そしてそのパートナー校であるタイのプランパサ語学学校、それからやはりユネスコスクールである名古屋市立愛知小学校と、そのパートナー校であるフィリピンのラクソン小学校です。で共通 の、 その学習テーマでこれまで学び合ってきているんですね。札幌市立札幌大鳥高校の方のですね、単位のプランパサは最初はそれぞれ独自のテーマで学習をしてきました。で札幌大鳥高校のテーマは Understanding Stereotypes ということで、思い込みがどのように私たちの固定観念や差別意識を生むのかというテーマです。それからタイのプランパサの方は Child Equality、 子どもの教育や将来の職業の均等ということで、まずそれぞれのテーマを持って学習を始めました。でそれぞれが学習したことを相手と共有して、2つのテーマを関連付けて学習を深めてまいりました。小学校の方はですね、 What is important in our life? 生きていく上で大切なものは何か、なんか大学生でも選びそうなテーマですけれども、そういうテーマでお互いの意見を交換してきました。で本日はですね、これまで参加してきた学校にこれから接続しますけれども、2つの質問をしようと思います。1つは、学習する前と今とでは相手に対する印象がどう変わりましたか？2つ目は、
テーマについての共同学習で特に印象に残っていることは何ですか、何を学びましたか、そういうことを尋ねていきたいと思います。さあ、それでは、画面を、はい、切り替えていただけますか。スカイプの、皆さん、そうですね、ちょっとこのマイクを外させていただいて、余裕なかったですね。じゃあ元に戻します。ですね、じゃあ今からまず各学校を紹介したいと思いますね。 Hello everyone, can you see me? Hello. Hello. Hi. Hello, 愛知小学校の皆さん、こんにちは。 Hello. Hi. ラクソンの皆さんも Hello. OK. さあ、札幌大通りの皆さん、こんにちは。 Hello.Hello. Okay. そしてタイの、プロンパス、ボーイ and girl. Hello. Hello. Can you hear me? Okay. Thank you. Thank you for waiting for long time today. さあ、そしたらまずですね、Welcome to today's Skype meeting at UNESCO ASP.NET World Conference. And.You have been learning with each other on each theme. Now, let me ask you two questions, okay? The first question is, how has your impression to your partners changed? Okay? じゃあ、愛知小の皆さんから発表お願いしますね。いいですか。じゃあ相手に対してどういう印象を持ったのか、印象が変わったのか、はい、発表お願いします。どうぞ。ハロー。ハロー。 My name is Mayu. Philippines is a developing country. So I thought they were poor people. I felt sorry for them. But I learned a lotAbout Philippines, and my impression has changed. We talked about how to live on Skype. Now I don't feel sorry for them. They love their family very much. They are nice people. They are my friends. Thank you. Hello. Hello. My name is Yuka. I knew Philippines by name, but I was not interested in people. Last year, we learned about Philippines. I got interested in them a little. This year, we exchanged with Lacson. Now, I found they are lovely people. Their smiles are nice.They love their family very much. Now I like Philippines. I want to go to Philippines and visit Lacson. I want to talk and play with them. I want to make good friends with them. Thank you. Thank you very much, Mayu and Yuka. Your impression is very nice. Thank you very much. And Lacson. Lacson, hi.Who starts? Please tell us your impression. Okay. You can start. Dave? Oh. Hi. My name is Dave. I don't know if they are silent and they don't communicate to other people much. But...My thought changed a lot. Now I know that Japanese are helpful and kind, and they mingle and very friendly to us. Thank you. And next. Hi. My name is Mary.Before we communicate with IG Elementary School,
I have been thinking that Japanese are perfectly Thank you. Thank you. Very interesting. あのフィリピンの子どもたちは日本人はあんまり喋らなくて無口で完璧主義者と思っていたようですね。はい、それでは、札幌通りの皆さんお願いします。はい、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 My name is Sarah. I think that Thai people is very nice and kind. Thai has nice beaches and beautiful, delicious foods. If I go to Thai, I want to go to beach in Phuket because it is looks beautiful and I want to swim there. Thank you. Thank you. Hello. Hello. My name is Ara. I think every country has different ways to perceive outer beauty, especially in the media. Both in Thailand and Japan, I think people value beauty very much. In Japan, we perceive outer beauty as being thin. In Thailand, I think people perceive outer beauty by the color of the skin. I think Thailand is rich in cultures and has many diverse people. Some people has darker skin, some people has lighter skin. I think that there may be some problems in judgment or discriminations. I have thought about this because I have seen lots of articles regarding equality issues in the internet. Oh, thank you very much, Ira and Sara. Thank you. And the last, plumper. Thank you for waiting. Please tell us your impression. Hello. Hello. My name is Nagan. My name is Tawan. What I interest about Japan is very kind people, and they're very friendly. They smile to us every time we saw each other, and they're very kind. When I go to Japan, I want to go to Mountain Fuji. Because it's very popular and I want to be there very much. Thank you. Thank you. I think Japan is different from Thailand because Japan is developed country, but Thailand is the developing country. So we have many things different in terms of technology, education, culture, and so on. Yes. And the more we exchange the video on the forum, the more we know each other, the closer we feel each other better. As the result, the project creates the better understanding among us. Thank you. Thank you very much. Thank you, Shanakan and Tawan. Thank you.あのやはり、長期にわたってお互いに交流していきますと随分と相手に対するなんていうか思い込みがあったなっていうのを新たな発見をしてぜひ相手の国に行ってみたいなっていう気持ちが高まるようですね。 Okay, so let's go to the next question, the second question. What did you learn through this project? What impressed you most? Okay, so 愛知小学校の皆さん、はい、じゃあ、please start. Hello. Hello. My name is Kotone. We took questionnaire from our families and Luxon students' families.
we asked them, what is important in your life? I found they love their family very much. I learned a lot from them. I wanted to love my family like them. Now, I help my mother more than before. I treat my family more gently. Thank you. Thank you. Hello. Hello. My name is Mirei. We talked about important things in living with Luxon students. At first, I thought it was life, but now it is different. We discussed with them on Skype, and my idea had changed. Now I think it's compassion. Compassion is the most important. We cannot do anything alone. We are supported by many people. We live with people around us. So compassion is the most important. Thank you. Thank you. 素晴らしいですね。小学生ですよ、これが。相手と生きる上で何が大切かっていうことを相手側から学んで、家での家族に対する接し方が変わったというんですよね。素晴らしいですね。 Okay, next, Luxon. Luxon, hello. Please start. Hi, Luxon. Hi. You start. My name is Julie. The important things in my life are my family. I'm faith in God, but and other people's opinions made my thought change. However, my family and faith in God are still important to me, but considering other people's and helping each other are important to me now. Thank you. Thank you. Hi. My name is Aaron. We have discussed about what is important in our life. At first, the important thing in my life is my family. But after we shared that helping other people is more important. Also, I realized that we can't live alone. We need help from other people to live. So now, I want to help other people aside from my family. Thank you. Oh, thank you. Thank you, Julie and Aaron. I'm so touched by your message. フィリピンの家族ってとっても仲良しらしいですね。彼らが言うのは、その生きる上で何が大切か。シンパシーとラブだというんですね。思いやりたいですよね。素晴らしいですね。OK, next. 札幌通り。OK? Who starts? Please. Hi. Hi. I'm Yuna. I have a stereotype that changed people like the deaf are always troubled by something when I meet them.I always think I must give help to them. Your study tells me that I unknowingly discriminate against them. Thank you. Thank you. Hello. Hello. In Japan, we also have some minority people. Ainu and Zainichi are among them. The Ainu are indigenous people of Japan. Zainichi is Koreans in Japan, who are the permanent ethnic Korean residents of Japan. We unknowingly discriminate against them, and that makes them hiding
their roots. I think the world has to be changed that everyone can speak aloud and be proud of their own roots. Thank you. Thank you. Thank you so much. その思い込み、それから固定観念、それが何を引き起こして実際にね、引き起こすのか、そういうことを、その今度はタイの発表ですけど、タイの生徒とこう意見交換する、そして自分たちが相手から学び合う、伝え合う、素晴らしいですよね。じゃあ お待たせし、Thank you. Thank you. And Plampasa, thank you for waiting. And please tell me your opinion. Hello, my name is Doan. According to our search about understanding stereotypes,I think we need to get rid of stereotype because stereotype is cause a conflict, misunderstanding, and it is everyone's problem. To create a child equality, we need to share activities that everybody can join. And we find something that we can share in common and find that similarity create.Equality in children, so we can live together with peacefully. And I would like to ask everyone here, what are in common? We are human, we need love and understanding. Don't forget to laugh, smile, talk to them. And finally, we need to share and equality, good thing to our children intake.Education and opportunity. Thank you. Oh, thank you, Tawan, for a beautiful message. Thank you. Thank you very much, all of you, for sharing your thoughts with the audience here today. I hope you will express your learning on the canvas and create a beautiful mural. Just a moment, keep stay, okay? さあ、会場の皆様、いかがでしたでしょうか？アートマイルに参加した、oh, hi, Somrat. アートマイルに参加した子どもたちはですね、こういうふうに世界にできた友達と学び合いをします。で、この子たちがその将来世界の人々と知恵を出し合い、力を合わせて持続可能な社会を築く大人になることを願って、今日のスカイプ会議を終わりたいと思います。 Thank you very much all of you, so please say see you again. 皆さんも手を振ってみてください。 See you again. Thank you. Thank you very much. 以上で私の発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。それでは全大会最後のプログラムに移ります。 ESD ライスプロジェクトにご参加の5校の皆さんはステージへとお進みください。進行をいただきますのは、公益財団法人ユネスコアジア文化センター斉藤美希様にお願いいたします。Hello everyone. I know we all feel hungryBut please be patient another 20 minutes. My name is Miki Saito from ACCU, Asia Pacific Cultural Center for UNESCO.
I'm the general coordinator of ESD Rice Project. Today, five delegates of the project will present on the project. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Robert Medina, galing po sa Pilipinas, at ang aking school ay Philippine High School for the Arts. おはようございます。宮城県大崎市立大貫小学校の佐藤弘子です。どうぞよろしくお願いいたします。Selamat siang. Good afternoon. My name is Namira from SMA Negeri 10 Malang, Indonesia. Selamat siang. Good afternoon. My name is Tresna Agustian. I'm from Amalina Islamic School, Jakarta, Indonesia. 안녕하세요. Nice to meet you. My name is Minjin Kwak from Dongwon High School, Tongyeong City in Korea. please allow me to speak in English. Okay. Objective of a project is to nurture youth to contribute to sustainable development as agents of change through the common theme of rice. This UNESCO project has been implemented by ACCU since 2012 in collaboration with ASB UNIVNET. In 2012, ACCU conducted a pilot project of ESD Rice Project, and we had a workshop in Okayama. This phase of a school-based project started in December 2013 and will continue until December 2014. We have six participating countries: India, Indonesia, Republic of Korea, Philippines, Thailand, and Japan. And 19 schools from elementary to secondary learning together. We also have coordinating institutions in each country, such as National Commission for UNESCO or NGO, to support participating schools. There are five highlights of the project. One, promote international collaborative learning activities. We have three ongoing international collaborative learning activities. And Ms. Namira will explain each of them later. Second, we nurture youth who can be agents of change to create a sustainable future. Learning activities are carefully designed to empower youth. Third, advancing ESD and HOPE framework is another important component in this project. HOPE framework will be introduced by Mr. Tresna later on. Collaboration between school and community is vital in ESD Rice project. The project is designed to solve local problems related to rice and take action to attain sustainable community development. Lastly, we organized two workshops in 2013 and 2014 to strengthen the capacity of educators. In the youth as agents of change, we believe that youth is a catalyst for creating sustainable society for themselves and future generations. However, ordinary classroom teachings may not fully focus on potentials of the youth. Youth can be the agents of change to solve local problems and contribute global sustainability. Their imagination, ideas, considerable energies, and visions are essential for creating a sustainable future. ESD Rice Project is designed to make a space for youth to take initiative by themselves. We teachers are facilitators. We don't give directions to students, but we support students who can utilize their potentials fully. For example, my students are conducting art workshops with public schools by performing, dancing, making puppets for their writing related to rice. Students find values in sharing cultural dimension of rice, and they are eager to share this project with other students. They are becoming the preservers of cultural heritage of the country, the Philippines. ESD の強化は ESD ライスプロジェクトの柱の一つになっています。プロジェクトでは次の5つの側面から ESD を
実施しています。一つ目、持続可能な開発を明確に定義することです。プロジェクトでは社会、経済、政治、環境、文化の調和的な開発は持続可能な開発に寄与するという考えのもと、各学校のプロジェクトや国際共同学習を展開しています。二つ目に、ローカルとグローバルの連携です。プロジェクトがどのように個人の変容や地域の変容、国の変容、地域リージョナルの変容、世界の変容に寄与するか、教師だけでなく児童生徒やコミュニティの大人が考え行動を起こす機会を設けています。3つ目は時間軸です。過去と現在から学び、持続可能な未来をどのように想像するか、学習者が考え行動を起こすプログラムとなっています。4つ目は学習者の全人的な発達を支える学習プログラムが組まれています。特に 3H の調和的な発達に焦点を当てています。 3H とは Head、 知識や思考力の育成、 Heart、 モラルや心身の健康、 Hand、 行動を起こすためのスキルとしています。5つ目は学習者、つまり若者の学習を通して児童生徒自身だけでなく他の児童生徒や保護者や地域住民の変容をもたらす学習プログラムとなっています。またプロジェクト期間中には教員養成ワークショップが2度開催されました。1度目は2013年12月にタイのアユタヤで開催され、2度目は2014年9月にインドネシアのマランで行われました。ワークショップではプロジェクトの指針の共有、学校プロジェクトの修正、参加校訪問、国際共同学習の強化、プロジェクトの将来の発展について検討しました。この教員養成ワークショップを受け校内教員研修を行った学校もあります。例えば私の勤務する大貫小学校では、持続可能な開発について、ホープの枠組みについての研修を行いました。大貫小学校は長年にわたり環境教育に取り組んできましたが、このプロジェクトに参加したことで狙いがはっきりし、子どもたちの活動に広がりと深まりが見られるようになってきています。Let me explain about International Collaborative Learning Activity. This is an activity that helps participating schools to collaborate to address common issues between them. We learned from Baltic Sea Project, one of the well-known ESPNet flagship projects, that when we implement international collaborative learning, it needs to be problem-solving and on a hot, simple and common issue.So, the learning steps for our international collaborative learning activity are the following. The first one, each group of schools will decide one common issue and conduct project or research based on that. During the process of conducting the research or project, each participating school students will share and discuss the progress. Students will exercise their critical thinking and understanding of different values and culture. Through this activity, it is designed that besides getting a result or product, students will also do continuous self-reflection and become more aware of the issue. There are 3 ongoing international collaborative learning activities, which are GMO project,
rice and water and rice paddy in our town. The first one is GMO rice project. GMO stands for genetically modified organism. It is a collaboration of Republic of Korea, Japan, Indonesia, and India. Students in this project conducted survey to students, teachers, and community about GMO rice. Students discussed the data through Skype with other participating schools. And students will also share the result of their survey with parents and community members and raise awareness of GM rice. For example, in Indonesia, students found out that there's no appropriate word for GMO in Bahasa. And the community adults and students are not aware of what GMO is. And the second project is Rice and Water. It's a collaboration of India, Indonesia, Japan, Philippines, and Thailand. Water has been a serious problem in the Asia-Pacific countries in recent years. So the student first, each school will share situation of rice and water and share objectives of activities through online seminar and implement activities. In the end, students will create report of research result. The last project is Rice Paddy in our town. It is a collaboration of elementary schools in Thailand, Philippines, and Japan. This learning activity is designed to connect students to the past and to the future of the community they live in. At the same time, students study the four dimensions of community development, which are economy, environment, culture, and society. After understanding how the community has developed, students create a miniature town of their community 50 years ahead and create a dream community. In the end, there was an exhibition of miniatures by inviting local adults and parents. Thank you. With regard to HOPE framework, it was first developed in 2008 with education researchers, educators, practitioners, and ICCU. It was first developed as an evaluation method. Later on, it's been developing as a teaching learning framework for a sustainable future. This framework is useful when you design, implement, monitor, and evaluate a project or classroom teaching to improve the quality of education. HOPE is an essential framework for this project because ESD Rice project is a holistic approach. Learning is ownership-based and participatory. HOPE can be implemented in partnership with other schools, civil societies, private sector, or local communities. Empowering learners and educators through learning is another dimension of ESD Rice project. H stands for holistic. It means integrating. The elements that contribute to holistic are to integrate 3H, head, heart and hand, and then integrate past, present, and future, integrate local and global issues. O stands for ownership base, means co-creating. The elements that contribute to ownership base are co-creating action learning with school and community or different schools, co-creating inquiry-based learning among learners, and then co-creating learner-centered learning with community and schools. P stands for participatory and in partnership, means engaging. The elements that contribute to partnership and in partnership are engaging students, the teachers, and parents to ESD Rice project, engaging community, schools, and different countries for ESD. And last is E. This stands for empowering. Empowering means transforming. The elements that contribute to empowering is transform myself and society through ESD, and then the last, transforming our one's mind, values, and behavior. It's also through ESD. Thank you. ESD Rice project is not just about implementing ESD in the Asia Pacific.
It aims for a broader impact, such as a contribution to a sustainable development goals or a global action program on ESD. For example, in 4.7 of outcome document of open working groups for SDGs, it says, by 2030, ensure all learners acquire knowledge and skills needed to promote a sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of cultural contribution to sustainable development. Our ESD Lives project will be able to contribute to this. We believe that we will be able to contribute to GAP, not only focusing on one component such as educators or youth, but also we will try to go across the priority area through transformative learning. Although this project will end this year, participating schools are willing to continue ESD Lives project beyond end of 2014. Delegation of participating schools and coordinating institutions discussed the new phase of the project during ESD Lives workshop September 2014. Lastly, I'd like to ask five teachers about their impression of participating in this project. What ESD Rise project means to you, Robert? Because the Philippine High School for the Arts, my art school, it taps into the artistic creation and composition of the students. With ESD Rise project, students look back into the old ways and some of the forgotten various practices of the farmers about rice, and were able to recreate with their art forms related to rice, dance, music, and visual arts, and share it to other youth in the local area and other schools of the country, which by doing an outreach program about ESD Rice Project, students are connected and empowered with this revival of dying cultural heritage of the Philippines.長年、大貫小学校は環境教育に取り組んでおり、ややもすると活動ありきになることもあったことは否めません。しかし、ホープの枠組みを意識することで、持続可能な社会づくりという点で狙いがはっきりし、4年間を見通した活動プログラムが出来上がりました。また、国際共同学習を通して児童だけでなく教師も一緒に地域の人や他国の児童に向けて発信するし、異文化理解や自国理解を深める学びを楽しむ姿が少しずつ見られるようになってきています。 Through involving in this project, I realized the change of my perspective. Before, I thought because I'm their teachers, I know more than my students. But through this project, I learned to put myself into the same level with my students, which means facilitator. And after doing so, there are lots of good ideas coming from my students, which most of the time amaze me. And I realized that in order to make a sustainable community, I have to work together with my students, not I'm alone or my students by themselves. And moreover, I learned how to bring the philosophy of ESD into my mathematics teaching, because I'm a mathematics teacher, which helped me a lot to nurture students' competency to create ESD through mathematics. Okay,
How frameworks help my student a lot in terms of designing and implementing a project, school project. I facilitate my student to think holistically and then about their project. And then student found that in our area of flooding is a very serious local problem. At the same time, they found that this flooding issue is connected to food security, which becomes global problems. And then students are working with local farmers. They're making such a floating rice field, and then they are acting as agent of change. And local farmers, they are amazed by the ideas of the student, and they see the potential of youth. Students who participated in this project in the beginning, they tend not to have any interest in their lives or study. But by participating in this project, I saw my students change attitude of their life, and they started to concern about their friends and community they live. For example, they developed a new recipe by using local rice to promote the local food consumption. This kind of action empowered them to feel they can do something meaningful for the community. ESD Rice Project gave me opportunity to see new dimension of student potential. Thank you very much. So for further information about this project, please visit ESD Rice website. For comments and questions, please contact to the email address below. Five schools are in poster session from 2:40 p.m. They are exhibiting about each school's activity of the project. Please come to environment section of the poster exhibition. We are waiting for you. Thank you very much for listening. ESD ライスプロジェクトにご参加の5校の皆さんからお話をいただきました。ここでお祈り部屋の場所についてご案内を申し上げます。本日受付をしていただきました大学会館の2階に2つお祈り部屋をご用意いたしております。どうぞご自由にご使用くださいませ。以上をもちまして全大会を終了させていただきます。